はいどうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回は、昨日かな、スクエス感謝祭のね、グッズ情報、第2弾ということで、まあ、多分ね、この第2弾を含めたもうグッズがもうすべての、まあ、グッズ関連だと思うんですけれども、情報だと思うんですけれども、まあ、唐突にね、スクエスのツイッターの方で発表されましたので、今回はですね、グッズの方、秋葉原で販売されるグッズの方をチェックしていきたいなと思います。はい、こちらですね。ここからですね、もうこの上からもう新しくなってますけれども、グッズ購入特典のコースターが、今年からもらえますよということで、ここも、新しくなってますね、だいぶ。今回ですね、スクエス感謝祭の2019の物販で、1会計ごとにお買い上げ金額3000円ごとに、缶コースターがいただけるということで、まあ、缶コースターということだから、本当に、ちょっと大きめの、サイズになるのかな。まあ、直径約78ミリで、虹ヶ崎アクアミューズ、学年ごとに分かれていて合計9種類という感じになってますね。で、こちら3000円ごとということなので、例えば6000円だと2枚だとか、9000円だと3枚っていう風に、まあ、分けられるんですよ。で、じゃあグッズの方を見ていきましょう。はい。これ新しいですね。記念クリーナースラップミューズアクアということで、クリーナースラップが今回、あるらしいですね。まあ、クリーナーっていうぐらいだから結構こう物拭けるような感じの材質になってるんでしょう。まあ、こちらはランダムではなく、9種類ごとにミューズアクアありまして1000円となってますね。同じく虹ヶ崎もクリーナーストラップはあると。で、トレーディング缶バッジ、ミューズアクア虹ヶ崎、こちらもですね、今年もありますと。1個300円、ランダムになっておりまして箱買い、ボックス価格が5400円、まあ、300×18 ということで全18種類ですね。1キャラごとに2種類ございまして、柄が2種類ということになりますけれども、まあ、今回の感謝祭2019の、背景というかメイン的なねイラストとなっていた、これですね。このイラストの衣装の絵柄がまあ、多分グッズとなって出たんじゃないかなと思います。で、今回はですね、勧誘ポストカード出ます。はい。まあ、こちらランダムでポストカードが入っていて、まあ、UR とかはこのポストカードだと結構な確率で出るという感じですね。で、あとはビッグタオルですね。ビッグタオルも今回出るということで、ちなみにこちらのビッグタオルはね、シャドバとのコラボのビッグタオルとなってます。まあ、そして、ここから下はですね、まあ、以前動画でもね、ご紹介したと思いますけども、まあ既存のグッズとなってますね。まあ今回ですね、缶バッジが新たに追加されたということで、まあ主なグッズ展開としてはこんな感じなんじゃないでしょうかね。これ以上グッズがなんか追加される、まあありえるかもしれないですけども、目玉のグッズとしてはこれらという感じになりそうですね。でもスクエス感謝祭ね、9月の20、21日に行われますけども、秋葉原で。もう1ヶ月、切っておりますけれども、まだグッズ情報、は出てるものの、そのチケット情報が出ておりません。入場チケットの情報が一切出てなくて、出演者等の情報も一切出てないので、ステージの。まあ、ただメニューバー見る限りね、入場チケットの情報や、登壇者、等の情報はあるらしいので、まあ、今後ね、入場チケットの情報も出ると思います。はい。まあ、毎年ね、優先入場券という形で、抽選でね、早く入れる人っていうのはまあ決まるわけなんですけれども、まあ今年もですね、それやっていただきたいですね。なんかやらないんじゃないかという話も結構出てるそうなんですけれども、まあ確実に入手できないという可能性もありますので、僕個人としてはちょっと優先入場券今年もやっていただきたいなと思う次第でございます。まあミューズの皆さんがね、今年はスクエス感謝祭、来る可能性ありますので、まあ昨年も来たんですけども、まあもしかしたらそういったステージ関連のね、チケット、の抽選申し込み券という、もう含まれた、優先入場券が販売される可能性はありますのでね。まあ、例えばローソンだったら、ローソンチケットとかあると思いますけども、そういった形でね、今年は販売しますよとか、スタイルが変わるかもしれないですし、販売形式まではどうなるかわかんないですけども、まあ、売られるんじゃないかなと思いますけどね、メニューに載ってるから。まあ、皆さんはですね、今紹介したグッズの中で何か欲しいものありましたでしょうか。まあ、僕はですね、そうですね。虹ヶ崎のグッズか、もしくはアクアのあの、缶バッジとか、まあ、そのあたりをちょっと箱買いしようかなとか考えております。はい。ということでですね、今回は、スクエス感謝祭、2019のグッズがですね、新たに追加で、情報入りましたので、皆さんとですね、一緒にチェックの方をしていきました。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでございました。バイバーイ。